ティアラマイクカンパニー、もちもち大福です。お茶目有田に、こんにちは、イエソー。はい、ということで、はい、始まりましたドライブトークよいしょ。はい、ということで、はい、今日もドライブトーク始まりましたけども、はい、今日はですね、うん、今ね、4月の本当に第1週でございます。はい、あの桜をね、今年も見に行こうかなと思ってまして、うん、向かってる場所があるんですけども、はい、祭りだ、やいそうやいそうやいそう。今年はね、なんと言っても本当に全国的に桜の開花が遅くてですね、うん、我々も当初予定してたスケジュールよりもだいぶこの撮影をね予定してた日はね、うん、ズレズレできてるんですけども、うん、まあ、たまたま今日のこの撮影日がね、スケジュールが取れそうだということで、はい、今向かっております。はい、今日向かうのはですね、浜松工業高校という高校がありまして、はい、まあ、浜高ってね僕は呼んでますけども、うん、略してね、うん、まあ、皆さんも結構浜高って言ってると思うんですけども、はい、でそこの浜高の付近なんですけども、うん、桜がねすごく綺麗なんですよね、うんうんうん、で、去年僕らがその宮古田総合公園に桜を見に行こうという形でドライブしてたんですけども、はい、そこの時とかにもその場所は取ってたんですよ、うん、だけど、まあまりにもねその桜並木が綺麗で我々のこの iPhone 上だと撮ってた時がねカメラが、はい、ドライブしながらだともう桜がと焦点が合わなすぎてオクラ入りしちゃってたんですよね一回ね。そう、うん、だもんで今年はそこにもう駐車場を見つけて止めて、うん、桜並木のところを歩きたいなみたいな形で思ってますんで、はい、うん、ということで進んでおります、うん、ドライブ&ウォーキングですね今日はね。そう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 、はい、まあそんな感じですよ、うん、さあということでね、まあ本当に今日はいい天気ですね。春だな。なんかその要は暖かくなってきてからも雨の日があったりとか、うん、ちょっとその曇ってたりとか、うん、いや本当にねとにかくね浜松市内もね桜がねどこどこではもう咲いてるけど、うん、どこどこはまだだみたいなのがね、うん、まあ面積も大きいですけども結構あったんですけども、おそらくもう今日に関しては、はい、どこももう満開に近いような形だと思うので、うん、ちょっとねそこ楽しみですね、うん、その場所もその付近に住んでる友達とかに僕連絡してたんですよ、はい、そっちどうですかみたいな、うん、それはね本当にねなんかタイムリーで何回も何回も聞いてたりとかしてたんだけど山田だねみたいなその去年はもうこの時期咲いてたよねみたいなのがずっとあったんですけども、まあ、今日も間違いないと思いますね、はい、でまあ今日はこの動画がおそらく上がる頃は、まあ、予定としてはまあ多分お祭り前というか、うん、まあ、この4月の後半あたりに出てるかなどうかなぐらいのところなんですけども、はい、我々も1月のね今年の1月のトークライブで、はい、やらまいくカンパニーハッピーオリジナルハッピーをね、はい、作りまして、はい、ライブでお披露目させていただいたんですけども、うん、まあ、その後ねスタジオで動画を撮ったりとか、はい、ラジオ出演の時に来てお仕事したりしてるんですけども、はい、今日その発表作ってくださった河合屋さん、うん、砂山町にあります河合屋さんに改めてお礼に行ってきたんですけども、うん、はい、もう本当に皆さん今日もね温かく迎えてくださって、うんうん、我々も今すでに元気いっぱいでございます。はい、逆に元気もらいましたね。いや、そうなんですよ。だからで、まあ、ちょうどね時期的にもここからお店もまたゴールデンウィークに向けてどんどんお客さんが来て忙しくなってくる時期だと、うん、おっしゃってたんですけども、ぜひね皆様浜松祭りに出るとか、うん、なんかその祭り用品、うん、
あのどこかどこで買おうみたいなところがありましたらね、はい、あの浜松市内にね素敵なお店たくさんありますけども、うん、我々ね川屋さんでハッピーも作ってますので、はい、ぜひ皆様もあの川屋さんに行って、うん、ちょっといろいろあのこういうものどうやって、来たらいいでしょうとか、うんうんうん、なんかそういうご相談とかもねあのぜひしていただければなというふうに思います。いや本当あのハッピーね大好評なんでね、あれはね本当にねめちゃめちゃで僕らだけだと多分あそこまでのクオリティにならなかったんですよね。なんないなんない全然そうそうそう、うん、あれはね本当に可愛い屋さんにあの僕らのイメージを伝えて、うん、っていう中でこうはどうですかとかこんな感じはどうかなみたいな結構ねアイディアいっぱいいただいて完成されましたんでね。どこで作ったんですか？めちゃくちゃ聞かれるんでね。いや、そうなんですよ。気になった方はぜひ、ねはい、チェックしてみてください。そうです。我々は可愛い屋さんで、うん、あのハッピー作りましたんで、はい、お願いします、はい。さあ、ということで、はい目的のスポット付近まで来てますんで、ちょっとずつも見えてきてます、はい。あとはここからちょっと駐車場を止めますんで、うん、後ほど皆さんお届けします。はい、行ってきます。はい、ということで、うん、バーンえぐいよ。えぐい。いやめっちゃやっぱ綺麗に咲いてるね。うん。で一応ねこっちが目の前にね浜公もありまして、はい。あるんですけどもちょっとバーっとね並んでますんで、うん。ちょっと歩いていきましょうか。はい。なんかこうなんて言えばいいんでしょうねこの桜のアーチというか。うん。いや結構綺麗だよ。いやすごいね。うん。いや気持ちいいわめちゃくちゃいいねなんか久しぶりすっごい桜がかかってますね春が来ましたよ皆さん今年も春がやってきましたうわすごいすごいじゃんいやー綺麗いいねおじさんこそ映ってますけどねおじさんこそ映ってますけどいやいいねこことかすごいよすごーおぉめっちゃいいいやぁ綺麗いやいいですねということで大福さん、はい、追加撮影中、うん、今みゆき町という方まで来てまして、はい、いやここも桜めちゃくちゃ綺麗なんでもうちょっと進みましょう、はい、場面を変えて行っちゃいますよ、うん、めっちゃいいなすごっサムネ奥一面桜じゃんやばいないやいい ねみゆき町いいないいなちょっとほんと著作権とか無視してケツメイシさんの桜を流したいよ流して全然ダメだけどあもう脳内再生してくださいケツメイシの桜をいやいいなめっちゃ綺麗いやこれは嬉しいわこれめっちゃいいわ進んでよかったわここ止まってはいということでね、はい今ねお花見僕らの中で1個終わってるんですけども、うん、と僕もねこっちの方の土地感が本当にあんまりなくって、はい、まず我々が目指していたこの桜並木は、うん、宮古田テクノロード沿いになるみたいですね、うんはい、で2箇所見ましたね、うん1つがあの浜公前付近、はい、でもう1個がもうそこから、北にもう少し進んで、うん、みゆき町付近、うん見ましたけど、まあ、今日の時点では浜公の前も結構咲いてたんですけども、うん、さらにこのみゆき町に入ったあたりは、うん
もう本当にもう満開に近いというか、めちゃめちゃ綺麗。今もね、この目視上でもすごい桜がずっと続いてますね。左半分がピンクですね。そうだもんで、最初にその浜港の付近で止めて、撮影を少ししてて、僕もね本当に土地勘がないんで、まあ、ここで大丈夫かなぐらいだったんですけども、はい、でそこから今ね少し進んだらさらに綺麗だったもんで、もう一回ちょっと車止めてという形でしたけどね。桜浴びましたね。いや本当にそう。浴びるとはこのことだね。綺麗な桜を今日はたくさん浴びました、浴びました。で我々ここからは、はい、あのせっかくもうこっちまで来てるんで、ちょっと宮古田総合公園の方に、あの行って、少しお花見をして帰ろうと思ってますので、まだここから桜をより堪能しようということでございます。はい、でまあね、この春もねきっと皆さんね、いろんな場所であの桜を見てると思いますので、はい、あのどこどこの桜見ましたとかね、ぜひコメントいただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、以上、ギャラマイカーカンパニー。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、ギャラマイカ。次の動画も見てね。